そこだ。週末のハーレム第1話以外放送延期です。どうもハーレムハーレムゆらです。安定のね、もう僕のリスナーさんはね、もう気にすることもない顔面かもしれませんが、寝起き5分の顔面です。寝起き5分の20歳オタク男子大学生の顔面ということで、今日もね速報系の動画撮っていきたいんですけど、それがこちらドン。はい、今期2021年秋アニメ、もういよいよ放送が始まりました。2021年秋アニメのあのね一種族なんたらーず、一族なんたらーずの再来が来るんじゃないのかと、再来するんじゃないかとね、もう騒がれております。巷で話題になっております、エロ、サスペンス漫画の金字塔週末のハーレムから、とんでもないね大ニュースが発表されてしまいまして、もう秘宝かな、これは秘宝だね。本日、10月8日、午前中の朝の10時にね唐突に発表されたということで、ちょっとそちらのツイートを私が代弁させていただきたいと思います。放送配信延期のお知らせ。日頃よりテレビアニメ週末のハーレムを応援いただき誠にありがとうございます。2021年10月8日より放送開始の週末のハーレムにつきまして、表現の精査が必要であるため10月15日より、放送予定でした第2話以降の放送を2022年1月クールに延期させていただくこととなりました。作品を楽しみにお待ちくださった皆様に対して心よりお詫び申し上げます。なお10月8日につきましては先行特別放送として第1話をお送りさせていただきます。ん？ちょっとどういうこと？配信につきましては第1話含め配信開始日を2022年1月クールに延期させていただきます。はい、あ、なるほどね。あ、第1話で地上波でやるのね。うん、10月8日より予定していましたアニメ本編の配信はございません。何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。新たなスタート日などにつきましては詳細が決まり次第ホームページ、ツイッター上でお知らせいたします。この作品ならではの魅力を最大限お届けできるよう制作してまいりますので、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。週末のハーレム制作委員会ということで、そんなことある？嘘でしょ。もうこれ史上初よ本当に。表現の精査が必要であるため、てか今もうちょっと早くやってよ。だってさ、これちなみにだけど放送開始まであと1日とかさやってんだよ。絶対放送カウントダウンでさ、この残り1日の時精査とかと戦ってるか、もしくはもう無理やって知ってるよね多分これ。いや、あのこれ当日にやってくるあたりギリギリまで粘ってくださったのか、もしくは普通にもう党の党に決まっていたのか、ちょっとこれで審議のほどは気になるところだけど、いやマジか。第1話地上波でやるのね。これもどういうことなの逆に。先行特別放送として東京 MX、などでね放送されるということで、1話は流していいのね。1話はそうでもないのかな。いや、でも待って、漫画開いてなかなか初っ端からすごい肌色だってイメージあるけど、いやちょっとねこれは伝説になると思う。2021年10月8日より毎週金曜放送予定、1話だけね、1話だけですけど毎週はされません。これ東京 MX、1時5分かな、今日の夜の1時5分から1時5分からね放送されるということで、これはねぜひとも言いましょう。ぜひともリアルタイムでこの奇跡、もう本当に奇跡よ。しかも配信されないからね、マジでリアタイで見るしかないよ。もしくは録画しとく、今すぐ録画しておいて。ではここで週末のハーレム原作者庄野光太郎先生のツイートを、見てみましょう。庄野光太郎先生、楽しみにしてくださっていた方申し訳ありません。ハーレムの前に立ちはだかる高い壁、今日の1話は超超先行配信ということで楽しんでいただけたら嬉しいですということで、うわー、なんか今こそ俺が活躍する時来た。うん、だって俺のこのハーレマーの由来のこのハーレマーの由来って、あのハーレム、もう本当に俺めちゃくちゃね、後ろ見たら分かる通りハーレムが大好きで、もうハーレムアニメの良さを発信していきたい。特にね、いろんなアニメに発信していきたいけど、特にハーレムアニメの、素晴らしさを伝えていきたいって思いがあって、あの YouTube 始めてね、この名前にもハーレマーってね、わざわざ自分で新しいねハーレマーって単語作ってまで名前にしてるっていうところで、もうねこれは、うん、あの公式的に協力したいね。何から目線って感じやけど、そして何よりこの週末のハーレムの一番の最難関ね、ここ最近こういったエロ系だったりとか、なんか女性を軽視は全然してないんだけどね、女性を軽視とかしてないし、二次元は二次元って俺らだって分かってる、作ってる側だって分かってるけど、なんか一部のねフェミニストとかいうのかなとかによって、ちょっとこういったなんだろうハーレム系とか、ちょっとなんかね、あの女性をなんだろう、女性のあのお尻のような感じのなんか作品とかは結構ねここ最近軽視
止されてきたりとかして、実際規制がかかったりとか、謝罪なのに俺もなんか謝罪しなくていいと思うけどね、だけどなんか謝罪する羽目になったりとかいろいろあるから、ちょっとねここに関しても本当はそんな意図はないんだよとかね、いろんなところ発信していきたいな、一ハーレマーとして発信していきたいですが、そうなんだよね、面白いのがさ、この作品ならではの魅力を最大限お届けできるようということで、どうなんだろうねこれ、いやーなんか放送できなそうじゃない、わかんないけど、この第1話だけやって、秋あのこの冬眠というか、冬眠の一個手前だけど、冬眠過ごして冬になってみたらやっぱり無理でしたと、もう一族レベアーズと同じ道をたどるのではないのかな、なんでちょっと僕は、懸念しております。いや僕のこのちょっと予感が的中しないことを僕は期待しております。厳しいだろうな、本当にあれがないと逆にこの作品の良さはなくなるから、まあ全然いいけどね俺的には、むしろまあ地上波でそれやった方がね盛り上がるかもしんないし、作品としてもねいいかもしんないけど、地上波でやるだけの実力はあるって誰もが分かってるから、もうぜひともね、あの配信サイトでもうだけに向けて思う存分もむしろありったけのものをね、配信サイトだからいいよねって感じでもうやっちゃってほしいな、なんてのが、週末のハーレムの、原作全部最新話まで読んでるミーのファンの一部のコメントでございますということで、皆さんどんな意見を持ちましたでしょうか。いやでもねこれはね、あの本当にすごいね、本当にすごい前代未聞のことなので、今ねアニメが好きで、このね、週末のハーレム事件の当事者になったあなたは本当に人生、すごくね幸せなので幸せか分かんないけど幸せなのではないでしょうか、はい、ぜひといろんな、コメントや意見感想を書いていってくださいということで、それでは今日はこの辺でごきげんよう、頑張って週末のハーレム、本当に普通に俺普通に楽しみにしてる、マジで楽しみにしてるから、バイバイ。もしもし、なんとこの度、はい、週末のハーレムの放送延期が決定しました。延期？ちょっと待って、LINE 送るわ、記事。 OKOK これ見て。延期、うん、何あれ作画間に合わなかったでいいな。いや、ちょっと見れば分かる、ちょっと見てみて。どうだい？やばくね？やばいよね、やばいやばいよね、やばくない？ガチ初めてだよね、これ。2話以降ってことは何？これ1話で終わった？まあどうなるか分かんないけど、まあ、俺はなんか2話以降もなんやかんや放送厳しくなんじゃないのかなと思ったりするけど、そうですね、はい、なんか1話だけやって2話以降は一旦冬みたいな。なるほどね。うん、みたいな。やばくね？面白いね。だってこれさ、延期理由は表現の精査だ。そう、表現の精査、これガチ前代未聞じゃない？そうね、今までなかったかもね。いやさすがに、しかもさ、だって放送あれで、これ面白いのが、放送前日までカウントダウンツイートみたいなやってて、俺昨日寝る前かなんかに、あ、もう明日かみたいな、週末のハーレム明日で放送かみたいな思ったら、この実際さ、そう、当日になってこの惨状っていう、絶対知ってた。あれでさ、泣く泣くツイートしてたよな、あれ多分。いや面白いね。決まってたんかな。いやさすがにだってこの当日に伝えられることはないと思うから、まあねさすがに言われてはいたんじゃないの、事前に。でもさ、まあ普通にちょっと楽しみであったじゃん、そこら辺含めさ。いや俺は ATX で無修正版を見たかったよ。普通に。もろ出んのかな ATX って。まあ出てんじゃない、やばやばいね。ATX 修正外れるで有名だよ。俺あそこ好きなんだよね。週末のあれもさ、序盤のアイドルの ことさ、ちょめちょめのところわかる？アイドルのこと？あるし、なんか主人公じゃない人、なんかイケメンのやつ、2人目ナンバー2。あ、そう、ナンバー2みたいなやつ。あいつとあそこ好きだからちょっと楽しみなんだよね。覚えてねえよそんな細かく。あそこちょっと何かしたかもしんない俺。あそこで何かした可能性がある。何かでお世話になったわけだ。